スターは、香港を本拠とするアジア向けの衛星テレビサービスである。2001年、スター TV から解消。中国語名は、星空で仲立ちだが、一般には、救命衛星電子有限講師に由来する英史として、知られる。ウォルト・ディズニー・カンパニー参加。スター、台湾本社ロゴ2008年現在、60チャンネルを有する巨大ネットワークに成長。 香港のほか、インドやオーストラリアにも番組創出拠点があり、各地域向けに編成、言語などローカライズを行い、エイジャザート 3S とパラパ C2 号機により、9こと5、53カ国の3億人に向けて放送。1日あたり1億人が視聴しているとされる。ふとじは公式ウェブサイトで地域名、ジャパンを選択すると視聴可能と表示されるチャンネル。 2008年現在、日本は放送の対象エリアからは、外れているが、巨大アンテナを設置することで、受信可能ではある。公式ウェブサイトで地域名、ジャパンを選択すると視聴可能と表示されるチャンネルは、主に、インド向けチャンネルである。放送開始当初は、日本の放送法による放送ではなかったため、これを受信することは、無線通信の傍受にあたり、 ケーブルテレビなどでの再送信は、密か用になり、不可能であった。一方、スター TV は、衛星アンテナを搭載した約10万世帯以上の、日本の家庭で受信できます。しかし、1994年の放送法改正により、郵政省が、外国の通信衛星を利用した、不特定多数向けの音声、映像配信サービスを、 放送に該当すると確認されたサービスと定義し、確認されたチャンネルについては、受信、再送信が解禁された。1995年4月19日、スター TV の4チャンネルが、放送に該当すると確認された。翌1996年4月、スタープラスの日本向け放送が開始、ジュピターテレコム参加の一部ケーブルテレビ局などで、 再送信された。1996年、ニューズコーポレーションによる J スカイビー計画の一環として、ソフトバンクとの合弁でスカイエンターテイメントを設立。翌1997年よりパーフェクト TV、ベスタープラス、チャンネル、V、およびスタームービーの放送が開始された。チャンネル、V については、 ニュースブロードキャスティングジャパンにより、2002年1月まで放送が続けられたが、音楽専門チャンネルスペースシャワー TV を運営する。スペースシャワーネットワークに事業を承継、同年3月末に放送終了したが、放送されている。ちなみに、チャンネル V 事業承継が NBJ の会社分割の形を取ったことにより、NBJ 及びスターテ TV の親会社である、 ニューズコーポレーションがスペースシャワーネットワーク株式の約10%を保有していた。スペースシャワー TV はかつてチャンネル V の番組ミュージックアップデート東京を制作しており、スペースシャワー TV とチャンネル V のスタッフがアニメ専門チャンネルアニマックスの開局当初のブランディングを担当していた。2021年10月27日から、 ウォルト・ディズニー・ジャパンが運営している、低学生動画配信サービスのディズニープラスに、本サービスと同一名称の配信ブランドである、スターが追加されることが、同年9月1日に発表された。これにより、事実上19年ぶりに、日本に再進出することになった。ディズニープラスに、新たなコンテンツブランド、スターを追加し10月27日よりサービスを拡大。 ディズニー公式。2021年9月8日閲覧。日本のディズニープラスが生まれ変わる。4K 対応でさらに新チャンネル。スターも登場。ギズモド。2021年9月8日閲覧。ありがとうございます。